皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も青鬼オンラインで遊んでいきます。今日はガチャですね、天使と悪魔スキンですね、あと死神くんですか。いいですね。私天使ちゃん欲しいですけど天使ちゃんの横でなんか画面が分かれてますけど、悪魔くんと死神くんのが悪いから多めですね。今ランキングですね、今の間で10位落ちましたけど527位ですね。いや前回はなんとですね、マスターランクで終わりまして、ランク履歴ですかねそうですね、すごいですね。最初の方3万位とかでしたけど、今379位まで前回のシーズン行きました。すごい。いやこれもあれですね、皆さんとライブ配信とかで遊ばせていただいて、いや楽しくてずっと遊んでるからですね、どんどん順位が上がっていくといういや皆さんすごいお強い方ですからね。で行ってみたいと思います。これでちょっと今回占ってみましょうか。私がですね一番最初に出るのは、天使ちゃんか悪魔くんか、死神くんかですね。まあ私はですねもう天使ちゃんだと思います。まあこれでわかるわけですよ。なるほどくんは天使なのかですね、悪魔くんなのかっていうですね。やっぱ私はもうあれですね、天使みたいなもう愛で溢れてるキャラクターですので、きっと天使くんが一番最初に天使ちゃんですね出てくると思います。いやーなるほどさんは悪魔ですよ。キキキとキキキだあー皆さんも予想してみてください。もう終わりましたけど明日から本気出す、明日からですね私ちょっと頑張りたいと思います。ということでなるほどくんはですね悪魔でした。キキキッと、ではですね、星さんの天使が死神くんですね、どちらが出るかですねみんな予想してみましょう私やっぱ私なるほどは天使みたいなふわふわしたキャラクターですので、きっとですね天使ちゃんが出るんじゃないかなと思うんですけど、いやなるほどさんは死神ですよ、ケケケケっていうですね。さあどちらでしょうね。まあ、今回ですね青銭6万枚以上持ってますので、いや多分どちらが出ると思うんですよ。さすがに出たら一応終了になりますので、よろしくお願いいたします。さあまあ私が死神くんになったらもう皆さん青逃げさせませんからね。もうあ、星さん出ないですね。いや、安定の星さん出ない、なるほどくんのガチャ動画でございますけど。さあ、どんどん行きましょうか。いやー、前回の動画合わせたらあれですもんね。200連以上引いて星さんが出なかったという。まあ、最終的にやっと出たんですけど、欲しかった晴れ着女子ちゃんが、女の子がですね。おお、タイツミカさんが。あ、それ私、レベル55に、あ、55じゃなくて、50になったんですけど、あれですね、レベル50で、なんか、好きいただきましたね。コメントいただいてる方に、レベル100になったら、マッチョミカちゃんもらえますよって言われたんですけど、いや、100まで遠いなと思ってたら、なんとレベル50でももらえるみたいで、他の好きですね。いや、嬉しいですね。後で見てみたいけど、どのスキンもらったかもう覚えてないっていうですね。スキンがありすぎて、わからないというオチなんですけど。いや、やっぱ星にはたくさん出るんですけど、今も3体出てますね。さあ、もう何連かですね。今やってるかなんて、もう全く数えてはいませんので、皆さん後で教えてください。何回目で出ましたよと。まあ果たして出るのかですけど、出なかったらもう出ませんでしたみたいな。まあ、おお、ちょっと飛ばしちゃったまあ、拓郎くん、バスケ拓郎くん、星さんでしたね。ただ私、持ってたかどうか、持ってたんですかね。あ、持ってますね。多分、ニューって書いてないから。そうですね。今まで出た星さんも出るみたいで、
最近結構被るようになりましたね。いや最近2日に1回ですね、夜8時から青鬼オンラインライブ配信させていただいてるんですけど、まあ、そちらに来ていただいてる方もかなり上手な方多くて、私レベル50なんですけど、高い方が多いんですよ。まあ低い方もいらっしゃいますけど、低くても上手な方とかいらっしゃいますよ。いやこの前レベル2とかの方とかですね、青逃げされてましたから。おお桃太郎くん、いやレベル2とかで青逃げされるって相当上手か、まあ、あれですよね、データ消えてまた最初からやられてるからです。おお、やりました。今日は星さん三昧ですよ。金太郎くんですね。私持ってたんでしたっけ。おお、バイカー、あ、ニューって書いてあるから、バイカーヒロシくん持ってなかったんですね。地獄へようこそ。へえ、そうだったんですね。お、今回、紙引きじゃないですか、多分。ここの10連だけ切り取ってですね、紙引きでしたーって、どっか載せたいぐらいですよ。10連で2個星さん出るってなかなかないですからね。まあ、島明さんの動画で見た時はありましたけど、他の方すごいですよね。え、直樹さんか、どなたでしたっけ、ライブ配信来ていただいてる方で、昨日のライブ配信で、なんか、1回ガチャ回したら、死神ちゃん出ましたとかいう、恐ろしいことを書かれてました、コメント。おお、パンダマン。いいですね、1回ガチャで星さん出るって。そしてなるほどくんは天使ちゃんなのか死神くんなのかというですね、この疑問がまだ解決されてないんですけど、いや私は天使ちゃんだと思って生まれてきたんですけど、この世に。まあなんだって背中にちゃんと天使の羽生えてますからね。まあ、これが悪魔くん出た瞬間、後ろ自分の背中見たら、あ、黒くなってるみたいな、羽がみたいな。あ、星2がたくさん。星2だらけだ。なんか前、星2が連続で出てると、なんか星3が出ないようなイメージがあったんですけど。いや、もしかして私の青銭に尽きるんですか、今日ここで。またしても。私ガチャ動画出してるといつも最高の本しか出ないから、お金尽きるんですよね毎回。わ、3万減ってるってことはもう100連目ぐらいですか。悪魔くんだ、2体目ですね。いや私は悪魔くんではありませんのでご注意ください。さあ出てきますか。100連じゃ無理ですか。すごい、どうしても私は悪魔くんにしたいみたいですけど、いやそんなことはないはずです。明日から本気出す。では行きましょう。やだ、もううなされそうですね寝てる時になんかもう夢の中で悪魔くんが宝箱からずっと出てくるみたいな、ウケケケっていうのが。あ、同じキャラクターが連続出てくる。ずっとミカちゃん。さあ120連目ぐらいですかね。あ、またミカちゃん。お、桃太郎くん。なんかやっぱガチャ偏りますよね。私はもう宝箱は天使ちゃんか死神くんが出てこない限りもう反応しないかもしれません。いや、毎回思いますけど、本当入ってるんですかね、宝箱の中に。
いや、星にが連続すぎる。星に多いですね。すごい、この10連星にだらけだ。そんなこともあるんですね。何個ですか今。1,2,3,4,5,6 体も、半分以上星になんて、すごい初めてかもしれません。じゃあ、黒助さんがもう、あれですよ。黒助さんと抹茶さんが青銭30万枚以上貯められてて、抹茶さんに至っては多分100万枚目指して貯めてるみたいで、今いくつですかね ?36、7万枚あるんですかね。アカウントもあれでしたね。青銭の、写真撮ったやつアカウントの画像にされてましたから、私そんだけあってもなんかこのガチャで、あ、バスケミカちゃんだ、すいません皆さん、星さんだったんですけど、まあそれは一時停止してですね、ぜひごゆっくりご覧ください。結構星さん出ますけど、なぜピックアップが確率高いはずなのに。だって 1% だったらあれですからね、100回引いたら1枚出るんですよ。3% だったら3回出るんですけど、もう今、私130連目ぐらいですけど。そう、私がもう、あ、私もしかして、普通の人間だったんですかね。死神ちゃんでも天使ちゃんでもないと。もしかして。まあ、それはそれで、よかったよかったみたいな。そうですね、なんか悪魔くんでしたっけ、人間になりたいみたいな、違いました何でしたっけ、あ、人造人間ベム、なんか、あ、妖怪人間ベムでしたっけ。いや、相当古いアニメですけど、早く人間になりたいみたいな、そんなフレーズだったような。そうですね、なるほどくんはちょっともしかしたら人間だったのかもしれません。いや、本当に青銭がつきそう。本当に？いや、まあ、確かに200連引いてやる。桃太郎くんだ。ピックアップは200、30連目で出ましたから、まさか6万枚持ってしても、私は引けないと。本当もう動画の時間がもう13、ガチャ回してるだけで13分って異常ですね。多分皆さんもあれですね、動画スキップされて出るところだけですね、多分ご覧になられてると思いますけので、なんかこの辺なんか適当に喋っててもいいんじゃないかなと思うんですけど、ああ、あと30連しか回せない。なんか少ない。普通、悪魔くんだ。ちょっと、天使ちゃんですよ、私。ああ、出たー！私は死神！なるほど、死神でした。なるぼノート、ゆるぼなるほど。ゆるぼナート、うん、よくわかりませんけど、ゆるぼノートですね。追加ワード増えました。なるほどくんは、死神くんだったということで、皆さん青に、青にさせませんから、もう私が皆さん買っていきます、もう。死神くんになって。いやー、やりました。ありがとうございます。140年ぐらいですかね。わかんないですけども。よかったです。青ずに残ってよかったです。本当もう、天使ちゃんはですね、本当私は天使ちゃんだったはずなんですけど、ラストで出ても面白いんですけど。あー、出なさそうですね。では、今回ですね、死神くんということで、ちょっと残念でしたけど、よかったです、出て。ちょっと死神くんにして皆さんですね、追っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、今回の動画ですね、以上になります。よろしければ、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひお願いいたします。わ、たくさん増えましたね。レベル50で増えたの。マット拓郎くんですかね。マッチョヒロシですかね。わかんないですけど。まあ多分マッチョ一族だと思いますので。よし。ではこれで。今日のライブ配信はミルクチョコですので、明日ですね、夜8時、
青鬼ライブ配信いたしますので、こちらで遊んでいきたいと思います。ではですね、ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。